外だがそう、それ。ごめんなさい、今発狂しました。すいません、発狂しました。今コメント欄にとてもね、コメント欄でとても僕が限界を達化するワードが出てきたので、すいません発狂しました。ガブリアスクッションが、はい、欲しい。あれマジで欲しい。あれめちゃくちゃ高いけど、あれはマジで欲しい。本気で欲しい。これ僕こんなにああいうものなかなか可愛いと思っても手出さなかったんですけど、あー可愛い、欲しいと思っても欲しいで終わったんですよ。欲しいかっこ買わないけど欲しいみたいな。いや皆さんのスパチャで買うのってちょっと申し訳ない気持ちなんですよね。やっぱりリザードも欲しい。ガブリアスはねちょっとマジで欲しいんだな。ガブリアスはそう、5万7000円もすんのやばいでしょ。じゃあ機材買うわって話じゃん。普通だったらじゃあ機材買うわってなるんですよ。全然それは機材買うでしょって話なんですけど、ただこれに関してはマジで欲しい。僕もこんな高いもんでこんな欲しいってなったら初めてなんですよ、多分生まれて。フィギュアとかでも僕アクションフィギュアとか好きなんですけど、2万ぐらいいったら諦めるんですよいつも。あースーパーごめんなさい、なんか催促したみたいで申し訳ない。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。大丈夫、言うて僕働いてるから大丈夫です。皆さん言うて働いてるんで大丈夫です。皆さん大丈夫です。いや、なんか申し訳ない。本当に申し訳ない。本当にありがとうございます。なんか、催促しちゃった。違うの。オタクトークしてるだけなの。オタクトークしてるだけなんですよ。言うて働いてるんで大丈夫です。ちょっと、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さん本当に大事にしてもらって。大事にしてください。買います。絶対に買います。じゃあもう。待って、もう。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ただ、本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。本気で嬉しいです。本気で、待って。僕もう今後配信でこれ欲しいって話しなくなるよ。オタクトークやめるよ。止めよう。ごめんなさい。止めます。今からちょっと、一回止めます。スーパーチャット止めます。どこだ？ありがとうございます。とても嬉しいです。単純に僕の、メンタルが、僕の心臓がプレパラートなんで、じゃあ皆さんは何も悪くないです。皆さんは本当に素晴らしいです。本当に嬉しいです。素晴らしいし、本当に素敵で、本当に死ぬほどありがたいです。本当に死ぬほどありがたいんですけど、ちょっと僕のメンタルが耐えられないので、止めます。いや、全然申し訳ないと思わないですね。この件に関しては皆さんが申し訳ないと思うことは一切ないです。これは僕が悪いので。もう誰も悪くないですよね。僕が単純にちょっと、メンタル弱なんで。そう、僕がメンタル弱々だったのがあれなんで、誰も悪くないです。ゼミ生の皆さんは何一つ悪くないんで。あれあるじゃん。あれあるじゃん。猫に餌与えすぎて猫がビビるみたいなやつあるじゃないですか。画像。まあ、思い出した。あれだ。あの猫の気持ちだ、今の僕。わかります？あれ。ザザーって。あれ、激すぎて。えっつってゾンビって後ろ下がる、あの猫。ああ、そう。覚悟ができてなかったんですね、単純に。ちょっと落ち着いてあれの話を、ガブリアスのクッションの話戻りますね。落ち着けたんで。そう、だってあれ、実際のガブサイズってことは僕と同じぐらいってことですよね。ガブリアス190センチでしょ、確か。って考えたら、僕なかなかそんなでっかいクッションをゲットできる機会ないので、しかもガブリアスなんですよ。ポケモンやってるゼミ生に想像してくださいって言いたいんですよ。あのガブリアスクッションに包まれてる状態で寝そべりながらもたれかかって、
その背中預けながらスイッチでポケモンやるんですよ。どうですか？これ今想像したらどうですか？エモくないですか？最高ですよね。ありがとうございます。皆さんのおかげで僕はこの最高の体験ができそうです。1月受注開始か。開始1月か。あ、まだ予約できないのか。もうじゃあもう常にもう僕はモニターの右横にもうずっと貼っときます。ガブリアス1月受注って。来年の7月か。ちょっと遠いな。ダイパーリメイクも1ヶ月切ってますよ。ごめんなさい、あのね、渋滞してるってのはポケモンだけはやらせて、ポケモンだけはどうしてもやらせて、ポケモンだけはやらせてくれ、本当にやらせてくれ、ポケモンとエルデンリンクだけは本当にやらせてくれ、マジでやらせてくれ。